アセンションおめでとう。二極化がさらに加速化している今、下旨に向けていらないお前をどんどん捨てちまえ。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god、 お前が神だぜ、 Oh my god。 ヨッピー、タカピー、吉川貴博、チャラランランラン、ピゲ、白髪まみれ、悟り、マスターでございますね。この角度、この決め顔、ね、肝顔じゃない、肝顔じゃない、決め顔、ね、そこのとこちょっとあの聞き間違い、本当にミステイクやめてやめてね。そんな感じで今日もご機嫌よく進めていこうと思うんですけども、まあ二極化がね、さらにスピード化してますわな。まあそんなことはいいんだよ。あの、どっちを選ぶも別にその人の自由だからさ。で、アセンションをね、もう決めたお前さんに今日お伝えしたいのは、ゲシゲシ？ゲシゲシね。あの、6月の21日、新月と重なったゲシ。ね。そこに向けて、やっておくといいよっていうのが、やっぱりね、もういつもと言ってること一緒なんだけど、いらなくなったね、あの、古いね、もう本当にこれからの時代に持っていく必要のないお前の習慣を、どん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 手放していっちまえよってこと。ね。そこだけ、もうそれ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 、これ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 、ハイヤーハイヤーつってね、アイヤーつってね、本当にね、面白いことは何も思いつかないから、ハイヤーアイヤー言ってればいいかなってちょっと思っちゃったんだけども、それぐらいさ、なんていうのかな、お気楽な感じで、おっぴろげ精神で、ね、ハートフルオープンフルティン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 、シリガルボットに、なってさ、これからさ、新しい人生楽しんでく、新しい時代を楽しんでくみたいなタイミングじゃないですか。ワーワイみたいな感じじゃないですか。もうワクワクすっぺーみたいなね。けどマインドはね、今までの古い習慣から焦りが出てきたり、もっと早く行かなくちゃいけないって思っちゃったりとかね、いろいろ人によってあるかもしれないけども、そんなことも全部 OK しながらも、どんどんいらない自分を捨ててっちまえばいいっていうことで、最近よく言ってるけど、あちらを立てればこちらが立たぬね、トレードオフってやつ、あの、何かを犠牲にしないと、何かは入ってきませんよ、何かを手にできませんよっていう、これ当たり前の宇宙の原理原則なんですわね。あの、うまく自然体で自分らしく生きてる人はこれを熟知していて、常にそれをしてるんですよね。スマートフォンでさ、アプリをたくさんインストールしたら、もう容量はなくなってさ、重たくなっちゃうでしょ、ね、すげえ、あー動けない、動けませんよみたいなね、ちょっとこのキャラクターもなんか意味わからないんだけども、それをさ、アンインストールしてさ、いらないアプリを捨てていけば軽く動けるようになるでしょ。最適化最適化ね、トレードオフってそういうことだからさ、軽やかにシリガルボットに、フン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 って生きていっちゃう、フリチンフリチンフリチンみたいなさ感じでさ、お前の生きたいようにさ、自然体になってさ、本当に新しいことをいろいろやってっていいんだべっていうこと。だからそのためにはね、執着してるさ、過去に対するね、何か囚われっていうものを見つけ出してアンインストールしていけばいいんだっぺよってことね。で、その答えを持っているのはお前だけしかいないんだっぺよっていうことね。だから、固定したさ、私は〇〇な私みたいなね、〇〇な私だからこういうことはできない、〇〇な私だからこういうことは、チャレンジするのはやめとこうっていう、その〇〇っていう固定したあなたは本当はいませんよっていうことね。全部習慣ね、習慣でしかないから。で、しかもお前がつけていった習慣だからね、手放すこともお前ができるんですよっていうこと。その自由さをね、まあ取り戻してるからこそこの動画を見てくれてると思うわけだしね。で、お前の人生っていうのはお前のものでしかないから、もうオンリーワンなわけですよね。今までこういう人生を送ってきたんだけど、なんか自然とね、しりがる化していってさ、こういう人生で生きていこうって思っていったら、なんか道が開いていっちゃってさ、パーって開いて、なんかいろんなものがなんか自然となんかご縁がつながって、やべえ、ラッキーマン、ラッキーガールみたいな、何この人生すげえ、人生ってミラコー、ワンダホー、うわー、エキゾチックみたいなね。エキゾチックはちょっと違ったかな。ああ、まあ、頭が悪いからね、もう、ノリでしか喋れないんだけどさ、まあ、それは、お前も俺も一緒でしょ？一緒にすんなって。たださ、ノリの悪いさ、すっげえノリの悪いインテリと、ノリのいいバカ、どっちがいい？俺は、ノリのいいバカ。ね、ノリのいいバカだったのが、ちょっとカッコつけて、インテリぶって、ね、で俺なんか黙ってると、黙ってメガネとかかけると頭良さそうになんか見てくれて、周りが、あ、こうやってやってればなんかちょっと褒められる、褒められるから、じゃあメガネかけて頭良さそうにこうやって振る舞っていこうかなみたいな、でそんなプレイしちゃってた時期が一時あったけども、あの、そんなのもう全部脱ぎ捨ててさ、バーンってメガネも外してさ、バーンってやっぱりフルティン、もう何回フルティンって言わせるんだって話ね。たださ、
フルティンってね下ネタって思うかもしれないけど、俺なりにこのねフルティンのあのフルティンティンティンラフティンティンティン人生っていうのは実は日本語でね違う言葉に置き換えると素晴らしいって意味なの。素がね晴れてるってことでしょね。で俺はねすごい人になっていく時代っていうのはやっぱりさ、上と下をね作るようなマインドがすごい喜ぶさ、人と自分を比べてどっちが上でどっちが下で、あの人はすごい人で私は劣ってる人みたいな、でそれってもう本当マインドの世界じゃないですか。ハートのフラットなね、つながりっていうのは素晴らしい人同士が揃っていくんですよ。要するにフルティンティンティン、素がね晴れ晴れしいってことね。フルティンのこと分かった？ね、フルティンって素晴らしいって意味なんだよってことね。なんかね、セッションに来てくださった方がセッションに来る前にね LINE でさ、俺に本当にすごい人だって思ってますみたいなことを送ってこられたんで、で対面のセッションだったから、いやもうそこは全否定ですよと。素晴らしい、まあ自分でねなんていう、ちょっとねそうやって言うのもなんだけども、すごいんじゃないんだけど素晴らしい人にはねどんどん向かっていってると思いますみたいなね、まあフルティンティンティンってことね、ありのままの姿見せてよってね何の歌だって話だけどもね、そういう感じでいらないものをどん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 さ捨ててく時間にしてごらんなさいってことね、残り数日だけどもさ、本当にトレードオフね、あちらを立てればこちらが立たぬっていう原理原則、それに逆らって生きるのは本当に苦しいよっていう話だからさ、何かを得ていくにはさ、もう古くなったいらない自分は手放しちゃっていいってことね。そこに何か罪悪感があるのかな、何かそこに囚われがあるのかな、どうして私はここにしがみついてるんだろうか、もしかして新しい自分できるのが怖いからなんだろうかとかね、いろいろとあると思うんだけども、それもね自分の頭じゃなくて体とつながってさね、お前の体って全身で生きてるでしょ、頭だけで生きてるつもりになっちゃってるのがそのマインド時代ね。ハート時代っていうのはハートを広げて思考と頭の思考と体の感覚は一つにトゥーグーされるね、トゥーグートレイン駆け出して飛び乗るトゥーグートレインつってね、そしたらもうハートを広げてさ、あなんか頭で考えすぎてたみたいな、私そもそもこの全身で一つだったみたいな、もっと言うんだったらこの全体のね体に働きかけてる命が私そのものだったみたいな、命の私で生きていくぜみたいな感じになると本当にすごいことになってくるから、お前の可能性すげえんだぜ、命の可能性ってすげえんだぜなあ。まあそんな感じでさ、ちょっと下旬に向けていらない自分どん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 捨てちまえよっていうことで今日はお届けしてまいりました。てな感じで最後にみんなご賞いっちゃいましょう。お前知りがるゴッてチャンネル登録&いいねボタンよろしくお願いします。今日もダンボールの中の可愛い子どうぞ